アメリカのシンガーソングライターローレン・オルレッド、ローレン・オルレッドが4月3日にリリースするシングル No Promises to Keep からタイトル曲 No Promises to Keep の先行配信を開始、ミュージックビデオを公開した。同曲はファイナルファンタジー7リバースのテーマソングで、象徴的なキャラクターであるエアリスがゲーム内で歌唱するラブバラード。ゲーム音楽の巨匠植松伸夫が作曲、ゲーム本編のストーリーとシナリオに携わる野島一世が作詞を担当した。ミュージックビデオはローレン・オルレッドの歌唱シーンとゲーム本編内で現れるエアリスの歌唱シーンに加え、数々の印象的なシーンが組み合わさった映像で、まるでファイナルファンタジー7リバースの世界でローレンとエアリスが夢の共演を果たしたかのよう。なお、ローレン・オルレッドは作曲者である植松伸夫と彼のバンドコンキッキーと同曲を披露した模様がザ・ファーストテイクで全世界公開されている。 P2024 スクエアエニックス CO リミテッド、 P2024 ソニーミュージックラベルズインク C ソリッド、スクエアエニックス C スクエアインエクスキャリクターデザイン、徹夜野村、ロベルト・フェラリ。リリース情報先行配信 No Promises to Keep Final Fantasy 7 Rebirth テーマソングストリーミング&ダウンロード配信中 https://sonymusician.lnk.to/npt-ktsh-musi ハイレゾ配信に加え、360リアリティオーディオドルビーアトモスによる立体音響での配信を開始。立体音響は01と02のみを配信。シク X-1万ファイナルファンタジー7リバースオリジナルサウンドトラックに収録される No Promises to Keep Loveless バージョンとは別バージョンです。